皆さんこんにちは、シンです。今回皆さんに紹介させていただきたい商品はこちらです。ミトコアの EC40 に一体型フラッシュライトです。これが本体です。本体の長さが 150mm で、ハンド部の直径が 40mm です。ボディ部の直径が 39mm です。正面重量が 171g です。 LED は CREEXHP50LED を使用しました。この EC4S 一体型フライスライトはエアクラフトアルミの素材で、IPX8 防水機能及び 1.5 高衝撃機能がつきます。また一体型なので熱がもっと蒸発しやすいんです。中に熱をコントロールのそういうシステムがありますので、最適の高度で使えます。テレブがネジがありますので、こういうみたいなつながって感じにも使うことができます。この EC4S 一体型は電池として2本の18650電池、あるいは4本の CR123 電池、あるいは4本の RCR123 電池が使えます。次はこの EC4S 一体型フライスライトの使い方、照明パラメータについて説明いたします。このフライスライトの最大の照明距離が 280m です。中心部の最大光強度が 19600キャンダラです。照明高度が5高度があります。2150ルーメンのタボコードと1100ルーメンのハイコードと400ルーメンのミドコードと80ルーメンのローコードと2ルーメンの超ローコードの5コードです。2本の18650電池を使用した場合、タボコードで45分の使用が可能です。ハイコードで2時間15分の使用が可能です。ミドコードでは6時間15分の使用が可能です。ノーコードでは30時間45分の使用が可能です。超ノーコードでは325時間の使用が可能です。また、4本の CR123 電池を使用した場合、タボコードでは30分の使用が可能です。ハイコードでは2時間の使用が可能です。ミドコードでは5時間45分の使用が可能です。ノーコードでは23時間15分の使用が可能です。また超ノーコードでは210時間の使用が可能です。照明モード以外にまたストロボモードと SOS モードとビコモードもあります。次はこの EC4S 一体型フラッシュライトの使い方について説明いたします。スイッチは全部2つがあります。下のが電源スイッチです。上がモードスイッチです。フラッシュライトをオンにしたい場合は、1回この電源スイッチをクリックするとオンになります。またオンになると照明モードになります。
コードの調整がこのモードスイッチでクリックするとロ、長ロ、ロ、ミド、ハイ、タボの順に変わります。消したい時がもう一回電源スイッチを押してクリックして消します。今は台キーの状態です。また台このフライサイドまだ低位ライト機能もつきます。つまりライトオンの状態で電源スイッチが1秒以上に押すと低位ライトの機能がつけます。3秒以下でフラッシュして2本の18650電池が半年くらいも使います。まあ、普通の待機の状態では2本の18650電池が1年くらいが使います。こういう感じで消したい時がもう一回押します。またライト R の場合、R にした場合サイドスイッチをごめんなさい、モードスイッチを1秒以上に押すとストロボモードになります。ストロボでモードで1秒あまだあモードスイッチを1秒以上に押すとピコンモードになります。まあ、ピコンモードでまだモードスイッチを1秒以外に押すと SOS モードになります。またその順番でなります。まだ電源スイッチを2回押すと2回クリックすると照明モードのローコードになります。まだ消した場合状態で、モードスイッチをなくすと照明モードのタボコードになります。またライトオフの場合モードスイッチを2回 W 押すとクリックするとストロボモードになります。以上はこの2度コアの EC4S 一体型フラッシュライトの推定の紹介が終わりました。ごめんなさい。まだ付属品としてはまだホルダーも ラインヤードも入ってます。以上は糸コアの EC4S 一体型のフライシュラインのついでの紹介が終わりました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。またねー。